ちなみにあのサンデーマッスルは、サンデーマッスルはね、そう団長ね、朝スパのインスパイアは受けてる。内容は全然違うけどね。あのスバちゃんから定期配信の大事さは学んでる。そう、スバちゃんってさ、あの平日は夜8時、そう20時ね、夜20時で、あの朝、そう土日は朝10時に土曜日やって、でその後13時からゲームみたいなさ、なんかルーティン化してるじゃん。だから団長はそれ憧れてんの、やっぱルーティーン。で団長ね、そんな自分の中でなんかルーティン化してるものってなかったから、なんかやりたいなっていうのを1年そう1年考えてて、そうなんか定期配信をしたかったので、スバちゃんみたいにね、なんか定期的な配信いいなって思った時に、そのなんか朝10時が、あ 10時か、朝10時はぴったりハマったのよ、サンデーマッスル。そうなんか雑談配信は定期的にしてたけど、なんか毎週10時に配信するのがすんごいね、心地よかったんだよね、体。そう、体にフィットしてて、あ、これがスバちゃんが言ってた、なんかあの定期配信しなかったら体が気持ち悪いみたいな、なんか気持ち悪くなるみたいなね、あ、こういう感じなんだっていうのを実感した。そうだからちょっとね、これからもちょっとリズムに乗っていきたいなって思います。平日はね、だいたい18時とか19時が多いね。そう、18時19時が多いので、皆さんよろしくお願いします。